ティボ・ニコラ・マルク・クルトワは、ベルギー・リンブルフ・州ー・ブレー出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。レアル・マドリード所属。クルトワと表記されることもある。ベルギーの変区で、プロデビューすると、2年後には、イングランドのチェルシーに移籍。スペインリーグ、アトレティコ・マドリードへの3年間の、レンタル移籍を経て、チェルシーに復帰した。ベルギー、スペイン。 イングランドのトップリーグでプレーし、それぞれのリーグで最優秀ゴールキーパー賞を受賞した。2018年夏、アトレティコ・マドリードのローカルライバルとなるレアル・マドリードへ移籍した。ベルギー代表として2011年にデビューし、2014、FIFA ワールドカップからは、国際大会でもベルギー代表の正ゴールキーパーを務める。2018年には、 FIFA ワーーールルドカップのゴールデングローブにも選ばれた1992年、バレーボール選手であった両親のもとに生まれる。父親のティエリは、自宅の裏庭にビーチバレーのコートを作り、クルトゥアも、指定と共に、毎日のように、バレーボールのトレーニングをしていた。1997年に、ビルゼン VV に加入。当時は、レフトバックを務めていた。1999年に、 KRC ン区の下部組織に加入。14歳の時にゴールキーパー不在のため急遽ゴールマウスを任されると後セ部を連発し大会最優秀ゴールキーパーに選ばれた。イケルカシージャスへの憧れもありゴールキーパーに転向した。当時は自身と同じく長身で痩せ型のエトビンファンデルサールのプレーも多く参考にしていたとのこと。2009年に17歳で トップチームデビューを飾る。その後はスターティングメンバーとして定着し、2010から11シーズンにはリーグ42試合で32失点、14試合で無失点に抑えるなどリーグ優勝の立役者となった。クルトゥアは同シーズンのリーグ最優秀ゴールキーパーとヘンクのシーズン最優秀選手に選ばれた。ヨーロッパの複数のチームからオファーが届く中、 2011年7月26日に遺跡金790万ポンド5年契約でのチェルシー FC 遺跡が発表された。その後、マンチェスターユナイテッド FC へ遺跡したダビド・デ・ヘアに代わるゴールキーパーとしてアトレティコ・マドリードへのレンタル遺跡が発表された。前年までダビド・デ・ヘアが着用していた背番号13番が与えられ8月25日の UEFA ヨーロッパリーグビトーリア・ギマランイス戦でデビューを果たした。その3日後、8月28日の CA オサスナとの開幕戦でリーグ戦初出場すると、クリーンシートを記録し、セルフィオアセンホやジョエル・ロブレスを抑えイゴールキーパーに据えられた。11月26日のレアル・マドリードとのマドリードダービーでは、ペナルティエリア内で、 カリム・ベンゼマを倒したとして一発退場処分を受けた。ただその後もレギュラーを失うことはなく、リーグ戦では37試合に出場して、チームも5位に入った。UEFA ヨーロッパリーグでは、安定した守りを披露を、アスレティック・ビルバオとの決勝でも無失点に抑えて、チームの2年ぶりの優勝に寄与した。2012年6月28日、1年間のレンタル延長が発表された。 アトレティコ・マドリードでプレーする、クルトゥア続く2012から13シーズン、UEFA スーパーカップにて、レンタル元である、チェルシー FC との試合では1失点に抑えて、タイトル獲得に貢献。同シーズンは、エスタディオ・ビセンテカルデロンでの無失点記録となる820分連続、無失点を達成した。レアル・マドリードとのコパデルレイ決勝では14年ぶりに、マドリード・ダービー勝利。 クルツアは、マン・オブ・ザ・マッチに輝き、アトレティコ・マドリード27、シーズンぶりとなる、同タイトルをもたらした。同シーズンは、LFP アワードの最優秀ゴールキーパーに、選ばれるとともに、リーガ・エスパニョーラ最小失点である、サモラ賞を獲得した。2013年6月24日、レンタル期間を延長し、翌シーズンもアトレティコ・マドリードでプレーすることが、発表された。 2013から14シーズンには、クラブ18シーズンぶりのリーガ優勝を経験し、マラガ c F のウィリー・カバジェロ、レバンテ・ UD のケイロル・ナバスと共に2期連続となる、リーガ最優秀ゴールキーパーにノミネートされ、2期連続となる、サモラ賞を受賞した。2014年8月、チェルシーに復帰することが決まった。チェルシー FC では長く守護神を務め実績のある、 ペトルチェフとのレギュラー争いが注目されたが、ジョゼモーリーニョ監督の方針もあり、開幕のバーンリー FC 戦からスターティングメンバーに名を連ねた。その後もクルトゥアはレギュラーを勝ち取り、9月にはチェルシーと新たに5年の契約延長を行った。クルトゥアにとってチェルシー最初のタイトルとなるフットボールリーグカップ決勝の舞台には立てなかったものの、 プレミアリーグとの2冠を達成。チェフは2014から15シーズン終了後に、同じロンドンに本拠地を置く、ライバルクラブのアーセナル FC へ移籍した。2015から16シーズン最初の試合となった FA コミュニティシールドでチェフが移籍したアーセナルと、対戦、1から0で敗れタイトルを逃した。その後同シーズンは無冠に終わり、クルトゥア自身も、スウォンジーシティ戦、 マンチェスターシティ FC 戦とプレミアリーグ史上6人目となる同一シーズンに2度退場処分を受けたゴールキーパーとなってしまった他パフォーマンスに対する批判も聞かれるようになった。同シーズンはクラブとしても最終的にリーグ10位となり1995から96シーズン以来20年ぶりとなる2桁順位に終わった。プレミアリーグ年間最優秀 GK に選ばれた。 フルトゥア2016から17シーズンは、プレミアリーグトップである16試合のクリーンシートを記録し、プレミアリーグ年間最優秀ゴールキーパーに輝くなど、プレミアリーグ優勝に貢献した。またスカイスポーツ選出の2016から17シーズン、プレミアリーグファンタジーイレブンにも選出された。二千十七から十八シーズン開幕前のコミュニティシールドは二年前と同じく、 アーセナルとのビッグロンドンダービーとなった。同点で迎えた PK 戦でクルトゥアとアルバロ・モラタが PK を外し再び敗れた。同シーズンは大会を通して合計に失点に抑え FA カップを獲得。シーズン終了後、現行契約は2019年までとなっており、一時は新契約を結ぶことも示唆していた。しかし最終的にクルトゥアは 子供が在住しているマドリードに戻ることを強く望み、契約更新を誇示した。以前から遺跡が噂されていた、スペインのレアルマドリードが獲得に乗り出し、クルトゥは本人もチェルシーに遺跡を志願した。2018年8月8日、スペインのレアルマドリードへの遺跡が発表された。契約期間は6年間で遺跡金は3500万ユーロだが、レアルマドリードからは、 マテオ・コバチッチのチェルシー FC へのレンタル移籍も同時に発表されており、取引の一環と報じられている。なお、それまでのスペインのクラブにおけるゴールキーパーの移籍金最高額はクルトゥアの後釜としてアトレティコ・マドリードが獲得したヤンオブラクの1600万ユーロであり、移籍金記録を倍以上更新した。アトレティコ・マドリードやチェルシーでは背番号13を背負ってプレーしたが、 レアルマドリードでは25番を与えられた。古巣であるアトレティコ・マドリードと同じ街に本拠地を置くライバルクラブへの移籍に関してアトレティコ・マドリードのファンはワンダ・メトロポリターノにあるクルトゥアのプレートを汚すなどした。また移籍後にレアルマドリードのレベルはチェルシーよりも高いと発言したことでチェルシーファンからも旧約聖書、創世記より蛇と呼ばれ非難を浴びた。 開幕戦のスターティングメンバーは、ケイロル・ナバスに譲る形となり、レアル・マドリードデビューは、リーグ第3節 CD ・レガネス戦となった。その後は、フレン・ロペテギ新監督は、リーグ戦を、クルトゥア、カップ戦にはナバスを起用した。クルトゥアが、ゴールマウスを守ったリーガ・エスパニョーラ第10節、FC ・バルセロナとのエル・クラシコでは5失点を喫し、開幕からの不審の責任を取る形で、 ロペテギは監督を解任された。サンティアゴ・ソラーリの監督就任後はカップ戦でもクルツアが起用されるようになった。移籍後初のマドリードダービーとなったリーガ第23節、アウェーでのアトレティコ・マドリード戦ではスペインで癒やしい人や裏切り者などといった軽蔑語の意も含むネズミの人形が大量にピッチに投げ込まれた。また FC バルセロナ戦のホカセビージャ FC 戦、アイアックス戦など低調なパフォーマンスを繰り返し、レアルマドリードのサポーターからの批判も聞こえるようになった。ジネディーヌジダンが監督に復帰して、以降は怪我の影響もあり一時ナバスに、性ゴールキーパーの座を奪われたが、最終的に再び、スターティングメンバーに名を連ねるようになった。レアルマドリードでプレーする、クルトゥア2019から20シーズン。 10月19日の RCD マヨルカ戦でラゴジュニオールにゴールを決められて以降公式戦5試合計533分間を無失点に抑えイケルカシージャスとフランシスコブイヨニツギサンティアゴカニサレストナバスのレアルマドリードにおける連続無失点試合記録に並んだまた12月15日のバレンシア CEF 戦では0の1で迎えた後半アディショナルタイム コーナーキックの場面では、自己判断で相手ゴール前に上がり、ヘディングからゴールを狙って、カリム・ベンゼマの同点弾につなげた。また、リーグ戦のエル・クラシコにおいても、45年ぶりとなる2試合連続クリーンシートを記録した。リーガ前半戦を1987から88、シーズン以来32年ぶりの最小失点数となる19試合中に、失点に抑え、年明けに行われた、 スーペルコッパでエスパーニャにおいても PK 戦でのセーブなど、講師を見せて、タイトル獲得に貢献した。2020年1月には、レアルマドリードの選手として、クリスティアーノ、ロナウド、ベンゼマに次ぎ3人目となる、リーガエスパニョーラ月間 MVP に選ばれた。シーズン中はわずか20失点したのみで、サモラ賞を受賞するなど、3年振りとなるチームのリーグ制覇に貢献した。 シーズン終了後、パリ・サンジェルマン FC からレンタルで加入していたアルフォンス・ワレオラが対談したことにより、翌シーズンからはクラブのキャリアで初めてとなる背番号1を背負うことになった。2011年5月19日、19歳でユーロ2012予選にベルギー代表として招集を受けた。11月15日のフランスとの親善試合で代表デビューを飾った。 その後は、先輩のシモン・ミニョレと激しいポジション争いを繰り広げた。2014年ワールドカップ欧州予選では、すべての試合でプレーし、2002年のワールドカップ以来となるメジャー大会出場資格を獲得した。本大会グループステージでは、初戦であるアルジェリア戦でソフィアン・フェグリに PK で得点を決められたものの、3試合でその1、失点に抑え、 グループステージ突破に貢献した。2016年ユーロ予選では10試合後失点に抑えてグループ首位となり、ベルギーは3大会ぶりとなる本大会出場を決めた。本大会では2勝1敗でグループステージを突破するも準々決勝でウェールズに3得点を許しベスト8で敗退した。ワールドカップでプレーするクルトゥア 2018FIFA ワールドカップロシア大会では、 ベルギーの正ゴールキーパーとして、ベルギー史上初の3位に貢献。守備での貢献だけでなく、決勝トーナメント初戦の日本戦では、同点で迎えた後半アディショナルタイムに、クルトゥアのスローイングを起点として、ナセルシャドリが決勝点を挙げた。3位決定戦でも、イングランドを相手に無失点に抑え、クリーンシート数最多の他セーブ数も、大会最多の27セーブを数え、 ゴールデングローブ賞を獲得した。決勝でプレーしなかった選手のワールドカップ最優秀 GK 獲得は同郷のミシェルプロドームが獲得した1994年大会以来となる。なお、その後 NHK で日本戦でのカウンターを題材にしたドキュメンタリー番組 NHK スペシャルロストフの14秒が放送された。 2019年10月13日の2020年ユーロ予選カザフスタン戦で、キャリア通算200試合のクリーンシートを達成した。199センチの長身で手足も長いため、広い守備範囲を誇るほかハイボールの処理やキャッチングに、優れる。また、大きな体を自在に操る運動能力にも恵まれ、気を見ての飛び出しや横の動き、低いボールへも優れた反応を見せる。 中山秀樹は、重心の上下動が少なく体のブレーンがほとんどないため、重心移動がすぐにできると指摘している。アトレティコ・マドリード時代、クルトゥアの横っ飛びセーブがファンの間で流行した。クルトゥアのセーブする姿を真似た写真や動画を SNS に投稿することは、ティボーティングと呼ばれ、ベルギースポーツ界における流行語大賞にノミネートされた。自身のアイドルとして、 エトビンファン、デルサールといけるカシージャスを挙げている。また、ベルギー代表のホカチェル CFC でも、チームメイトであった、エデン・アザールのことは、相棒と語っている。語学も堪能で、英語、フランス語、オランダ語、スペイン語を話すことができる。両親とも元バレーボール選手というバレーボール一家で、育った。姉のバレリー・クルトワは、バレーボールベルギー女子代表でリベロを務めている。 なお、弟のガイタンクルトワもバレーボール選手である。クルトワ自身もバレーボールが得意であり、幼少期のバレーボールの訓練が、現在のゴールキーパーとしてのプレイに役立っていると、語っている。アトレティコ・マドリード在籍時に、年上のスペイン人女性マルタ・ドミンゲスト交際。席は、入れていなかったが、事実婚状態にあり、二次を設けている。しかしたびたび、クルトワの浮気が、 メディアに報じられたり、チェルシー FC 復帰後のロンドンでの多忙な生活によるすれ違いから2016年に破局した。その後、真剣はマルタ・ドミンゲスが持って実家のマドリードに帰国したため、クルツアは子供に会いにロンドンとマドリード間を往復しており、いつかマドリードに戻りたい胸を明かしていた。レアル・マドリードへ移籍した際、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウでの入団会見には、 子供も出席し、家族と記念撮影を行った。ワールドカップブラジル代表戦で、コーチーニョのシュートをセーブする、クルトゥアペトルチェフトリーグカップのトロフィーを掲げるクルトゥア、ありがとうございます。